とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの武器を使っていこうと思います。これ、フロストサイスですね。アップデートで、サイス系は、情報修正されました。どこが変わったかというと、攻撃速度だよね。攻撃速度が 20% 上がったみたいです。実際俺あんまり気づかなかったんだけども、まあ、20%、上がってるみたいですね。なので単純に強くなりました。今日はこれを使っていきます。ただ、前使っていたやつで、リフレッシュついてないんですよね。リフレッシュなしでいけるのかどうかちょっと微妙ですけども、まあ、ちょっとこのまんま使ってみようと思います。それでは行きましょうか。アーティファクトは羽、エリクサーのカバンにキノコとなってます。敵がヴァンガードに変わってマルチショットをこっちが持ってる。で、近接がエコーか。厳しいな。あ、ちょっと待って、これ結構厳しいぞ。あ、なるほどね。そうか。結構敵が強え。あ、防護がついてるからか。あー、なるほど。これちょっとリフレッシュないと厳しいかもしんないな。一応ちょっと進んではみますけども、厳しそうな気がする。普通の敵はね、全然、倒していけるね。倒していけるんだけども、あぶね。多分、これね、変更点が突き出すと厳しいんだよな。火力が足りなそう。いけるかな。やっぱりリフレッシュないとこんなにもきついか。はい、ヴァンガードに変わるっていうところも今回はちょっときつそうなんだよね。でも一応そうね、危ね危ね危ね。衝撃波で若干何とも倒していけるんで、まあまあまあマシか。オッケー。まあ、ここまで来れたので、頑張ってみましょう。ちょっと待って、ここ鬱陶しいぞ。キャプテン発見！どこだ？あ、いたいたいた。いや、厳しいな。厳しいな。でもその時に使っていければいいか。ポーションバリアもね、連発では使えないけども、まあ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 、いけないこともない。うん。回復もね、まあ、ビザーアーマーと流れ込む魂で、ちょっとはマシだからね。おか、最悪だ。嘘でしょ。リフレッシュなしでいけってことか。中間地点過ぎました。いけるね。いけるもんだね。意外と回復する。近接できついときは、ぴょんぴょんしだせば、全然回復すんのよね。なので、いけるな、これは。リフレッシュ結構必須かなと思ったら、まあまあ、場合によってはいける感じですね。でもこれはね、結構矢の性能が重要になってくる。とこ、あ、やばい！動かなくなったりするのもちょっと危ないね。と、あと、これだね。エリクサーのカバンがかなり優秀だ。まあまあ分かってたことだけどね。エリクサーのカバンで、うまいこと影化して、ダメージをね、回避できるところもあるので、これが結構いい感じですね。やばいやばいやばい！もう、敵が湧きすぎる！オッケー！常にね、危ない！攻撃力を2倍にしておきたいので、パワーポーションは切らしちゃダメなんだよな。危ね。よっしゃー。ほんと、緊急時のね、危ね。影の武竜ですよ。影武竜で、緊急回避ができるところが嬉しい。よっしゃー。結構危ない場面もね、多いよ。多いけども、いけなくはない。やばいやばいやばい。ぴょんぴょんできなくなったら結構やばくなる。よっしゃー。エンチャントするなよ。オッケー。いい感じ。
で、意外と使ってて楽しいね。うん。意外と使っててね、面白い。攻撃速度がね、上がったっていう感じはそんなに俺はしてないんだけど、でも実際、この快適さは、攻撃速度が上がったんでしょう。うん。かなり快適になってますね。キャプテンいないかな？どうだろう？キャプテンいないな。全然いないね。これ一体だけかも。あ、いや、ここがあるんかい。嫌な場所。あ、いや、しかもキャプテンいる。キャプテン、しかもいますね、これは。いやー、しゃ。めんどくせえ、お前たちも、本当に。湧きすぎでしょう。オッケー、もうどんどん湧いてくるからね。キリがない。どこ？あ、いた。よっしゃ。オッケー。結構痛い。ちょっと待って、帯電ついてるやついたでしょ。よっしゃ。で、脅威。あ、脅威だけあれね。取る時のゲージがないみたいですね。うん。なんか、ゲージは細くなっただけで、一応あるみたいだね。神秘は、そのゲージが見えるっぽいですね。オッケー、ちょっと中まで行ってみるか。ナイトモードだから嫌なんだけどね。で、いきなりキャプテンがいました。一応、キャプテンはポーションバリア、つけていきたいんだよね。危ない。いた！そこか。あ、そっちのキャプテンだったら OK。近接のキャプテンはきついけども、遠距離のキャプテンは、ちょっと待って、変更ついてる！やばい！もう、ここで変更つきは厳しいって。よし、OK。脅威が2ですね。このまんま、あと1体ぐらい探したい。キャプテンはいませんでしたね。もう仕方ない。このまま進みます。まあ、あとボスだけ。うん。ナイトモードだけで別に敵の強さは、まあ、脅威でね、難易度上がってるだけで、そんなに大した変わりはありません。今回防護がやたらいるんよね。おぉ、変更点で防護ついてるんじゃないかっていうぐらい防護ばっかり出てくる。めんどくさい、本当に防護の敵は。では、ボスですね。一応、あれだよね。ドラをつけていった方がまだ強いんだけども、なしでいいか。オッケーオッケーオッケー。一応矢にこれ、虚無がついてるんで、危ね。矢で虚無を入れながら、まあ、なんとかダメージを与えていきましょう。おーい、固まるなー。やばい。動けない。だよね。動けないよ。よし、オッケー。とにかく雑魚が多すぎる。やばい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 、あぶね、死ぬとこだった。あぶね、雑魚多すぎだって。終わり。よし、ではクリアしましょうか。いやー厳しい。やっぱナイトモードはね、もうエンドレスで敵が湧いてくるからめんどくさすぎるんですよね。本当にナイトモードは嫌いです。うん。まあ、これにさらにね、敵の攻撃力とか、HP アップ、そういうのがついたらもう地獄なんだけど。まあまあ、それがつかないから、全然いけましたね。クリアでーす。はい。ということで、戻ってきました。今日はこれ。強化されましたフロストサイス使ってみました。エンチャントでリフレッシュはついてなかったんだけども、まあ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 いけるもんだね。うん、やっぱりエリクサーのカバン優秀ですね。危なくなったら影のブリュー取って、逃げればいいし、まあなんとでもなる感じでした。うん、まあでもリフレッシュないと安定感はちょっとないのかもしれません。やっぱりポーションバリアが、防具のエンチャントでは一番欲しいところですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。